切腹だよ。世の中ね、ステロイド使ってもしょぼい体した人多いからね。だから俺がステロイド使ってたこれだったらもうしょぼすぎて切腹していいと思います。おーっす、こんにちは皆様。今回の動画はタイトルにもサムネイルにも書いてあるそのまんまですよ。黒人侍ってナチュラルですか、ユーザーですか、それともフェイクナチュラルですか。こういうようなネタ、皆さんにとってはとても珍しい。このチャンネルは楽しく運動をされるチャンネルであり、楽しくライフスタイル、楽しく減量食とか、そういうような人のモチベーションに当てあるチャンネルを、コンセプトちょっと外れてる動画なんですけど、安心してください。今回一度きりでこういうようなネタに落としません。で、なぜこういう動画を撮るようになったかというと、説明する前に、もちろん今のところでナチュラルって何ですか、ユーザーって何ですか、フェイクナチュラルって何ですかってまだ理解してない人いる。鍛えていてね、筋肉を育えていたらいろんな走り道があるんです。ナチュラルの人は自然に普通のご飯を食べて、普通のプロテインシェイク。で、普通に筋トレを追い込んで、少しずつ筋肉を育ててくる。ユーザーという人は、禁止されてるサプリメント。まあ、ステロイド。いろいろあるんですよね。TRT とかもいろいろある。その、成長ホルモン。禁止される。要は、薬物なんですよ。薬物と同じランクぐらいね、バンされてるもの、そういうようなものを使用して筋肉を成長させる。こういうような人は圧倒的なでかさ。一時期体がでかくなる。筋肉がでかくなる。これがユーザーって言います。そして、フェイクナチュラルは、まあ、例えば黒人侍、自分の SNS に公言してるじゃないですか。ナチュラルですよ、と。ナチュラルって言ってるなのに嘘を実は使ってるっていうのはフェイクナチュラル。黒人侍はこの3つのどっちかっていう動画です。もちろん俺はライフタイムナチュラル。ライフタイムナチュラルってのはもう一回も薬物使用したことはありません。興味ない。ライフタイムナチュラル。一応。書いてあります。俺のインスタグラム書いてあります。ここ YouTube チャンネルのプロフィールにも、ライフタイムナチュラルの塊って書いてある。これで、フェイクナチュラルでしょ？まあ要は、俺書いてあるんだけど、でも使ってる。ただ昔からね、自分は、ナチュラル、証明することもない。別に、俺が褒め言葉と思ってるから、そのぐらい俺が大きい。ステロイドユーザーって間違えるぐらいのがもう本当に、嬉しいです。ただ、フェイクナチュラル、嘘をつきとかって言われると、ちょっとショックじゃないですか。一生懸命ね、新鮮にナチュラルやってるのに嘘をつきとかって言い続けると、やっぱりこう、証明したくなるじゃないですか。今回はね、ある、YouTuber の方、片木さんっていう方は、完全に知らない人ではないね。数年前、コロナ前ぐらいのあるスポーツ店で会ったことある。で、この方がある日に、YouTube 出てきたんだよね、おすすめ。で、それが俺がサムネになってたんだ、俺の写真。で、そこに、ナチオノット。まあ、要は彼が YouTuber になって、で、いろんな筋トレ系インフルエンサーの、ステロイド検査をやってるんだよね。っていうネタ。どうかと思うけどね。一般の人、筋肉の知識どこもあるかもわからないんだけど、どこまで本人が筋肉を鍛えて、人間ってここまで体を変、どこまでやってるかもわかんないんだよ。ただ自分の判断で、目で、あ、この人はナチュラルっぽいよね。この人がちょっとこうユーザーっぽいよね。そういうようなネタで俺が出てきたわけ。ちょっと久々にこういうのなかったからね、ちょっと嬉しかったんだよね。またユーザーに間違われるのは、やっぱりまだ筋肉あるんだと思った。で、俺その動画の編集した。リプライ動画を作った。
これは彼が最初出した俺のステロイド検査の動画、黒人侍、ナッチオノット。で、引き続けて俺とハガセブン、ナッチオノット。俺とハガセブンが。で、こちら、俺はリプライ動画出してから、ユーザーをクリニックを連れて行きますっていう動画を出しましたね。で、この2つは、まあ、クリニック行く、決定した後出した動画ですよね。黒人侍を作りたい。何を？ある黒人エリート VS ある、ポンコツ日本人テステロン選手。タイトルのセンス高い。うん、で、いや、じゃあ昔から俺が言ってるんだけど、うん、何も証明できないから、もう検査するしかないじゃないですか。で、検査しようよと。最初俺動画で出したんですよね。で、動画に出して、向こうが異常に村方、おい、黒人侍がリプライしました。もう検査しますよ。皆さん、このチャンネル盛り上がるよ。もうみんなそのファンたちとなんか盛り上げてたんだよね。それでね、一晩ちょっと考えてみた。俺ちょっとバカじゃないのって自分のこと思ったね。全く知らないやつ、俺のこの40年間の努力、俺ナチュラルで鍛えてるのがもう確かなことだから、そんなに彼に検査にあげて、彼のチャンネルの動画を例えばそれでうわってバズって、彼にいくらでもメリットある。俺のプロフィール写真を使ってサムネ出しただけでもチャンネルが盛り上がってる。俺にメリットゼロじゃんってと思って連絡したの。いや、そんなに簡単にね、俺の検査を持っていって、俺のチャンネルを設けるっていうのは、金寄せようと言ったの。100万ぐらいくれ。うん、そしたらいつでも行こうと俺が言ったの。そしたら向こうが、まあ、彼と仲悪いわけないんだけどね。いやー、さすがに100万円は、それたらあなたの検査しても別にメリット、お互いにそんなにメリットあるわけもない。ただちょっとこう、フィットネス協会を盛り上がるっていうことだから、そんな金が出せないよと。確かにね。100万円で、全く関係ない、何も他にもわからないやつのストロール検査してもしょうがない。そんな感じで、じゃあ分かった。金がないの分かった。ただ、ちゃんとネタにしろと俺は言ったんだよね。ちゃんとネタにしろ。もうフィットネス界の本当にトップのトップのトップのフィットネスインフルエンスユーザーとか YouTuber とかみんなが分かるように、日本では初だから、ちゃんとお前プロモーションしろよと。ね。黒人侍の検査はする。で、彼は、まあ、できる彼のことをやってるんだよ。決まりましたよ。来月の10日ぐらい、俺の、ステロイドの検査しに行く。で、彼のチャンネルでは、ちょっと、ショックなことは、ショックでもないんだけど、残念なことを気づいたんだよね。まあ、彼のファンだから、やっぱり俺のアンチって呼んでアンチかな。やっぱりもう、本当に、あいつは絶対黒だろう、みたいな。あいつは絶対ストロイドだよ。今白になっても絶対昔は使ってたんだよ、と。今回の動画の一番ポイントがもうそこにしたい。だから審査しただって、結果が白くなっただって、嫌い人は嫌い。今は使ってないけど、だってなぜ先月やろうとして、じゃあ1ヶ月を待とうよって言ったの？やっぱり抜かしたかったでしょ？今ステロイドを抜いてるからでしょ？そういうのを書く。でも実際俺が1ヶ月待ってって借りたの、俺大会に出るから。もっとこれが、ステロイドユーザーって大体大会前に一番こうサイクルに入るからね。減量とかトレーニングで筋肉落ちる可能性あるから、みんな一番サイクルに入るのは大会前。一番筋肉を見せる時期だから。俺がそういう時期だから、もう俺が完璧の筋肉もりもりの状態で検査しようよって、俺そういうつもりで言ってるんだよ。で、向こうが逆の方に、それを取ったんだよ。いや、それは抜かしたいからでしょって。だからね、今回の動画長くならないためにね、俺が言いたいのはね、俺誰かに何を証明する、つもりもないんだよね。だって、信じたくない人は信じたくない。ちょっと悲しい話だけどね。で、こういう人たち、彼のファンのチャンネルの人たちって、本当に何歳の人たちから、小学生のかなと思うぐらい、まあ、言葉悪いけど、もうそのぐらい言いたくなる。
あの人だってハゲてるでしょ、髪の毛ないよね、絶対ステロイドユーザーだよとか、世の中のハゲてるユーザーみんなステロイドユーザー、俺もちろん家族お父さんもおじいちゃんもみんな髪の毛が薄くなるんだよね、それがステロイドユーザーとかで、検査して白くなった場合、前使ってたんだけどね、今は使ってなくても前ライフタイムではない。だから何にしようとしてもあなたのことをみんな好きにはならない。今回の動画に見たいのは、自分の信じてること、自分が好きなこと、一生懸命やってて信じることはやってください。あなたの人生一度きりだし、いくらいい人だって、いくらみんなにいい子を与えようとしてもみんなに好きにはならない。それはもう当たり前のこと。俺もみんな好きじゃないから。だからただフィットネス界、その鍛えていてね、この筋肉というものどんなものかと、筋肉の知識があって、筋トレの知識があって、このライフスタイルの全て、本当に体を鍛えてるのはもうライフスタイルだから。ただジムじゃないよ、ジムは入り口、ジム外のことが体になる。食生活、睡眠、ストレスの管理、こういうのはもうずっと47年間続けてて、それができない人はやっぱり、いや詳しいんだよね。特に同じ年齢、年配の44歳でこの体、やっぱり44歳その辺の人が見るとやっぱり嫌なんだよ。もうできないから。付き合いもあって、仕事もあって、家族もあって、酒も好き、ちょこちょこ食べ物も好き、ここまで努力してこの体いじるというのは、もうみんなやっぱりこう言い訳をつけたい。もうあれはステロイドなんだよねって。それもね、みんなにね、高木さん、片木さんのチャンネルのファンの皆さん、気持ちわかるよ。黒人侍はもう憎たらしく、もういや嫌いわけだから。検査が白くなる。俺もいいよ。今からいい。白くなる。だからそれでも満足しない。それも別に全然いいんだけど、お願いがあるんだよ。筋トレっていうものをもうちょっと勉強して、フィットネスっていうものをもちょっと理解して、で、筋肉っていうものをもっと調べて、どういうものかと。で、調べる終わっちゃダメ。あとは自分でちゃんとした筋トレをして、一回ぐらい。半年だけもいいから、ちゃんとした筋トレプログラム、筋トレのフォーム、そして食生活、そしてリカバリー、そしてその他のこと、そのライフスタイルを半年だけ、ちゃんとして、体がそれも変えなかったら、じゃあ世の中のでかい人がみんなステロイドユーザーって。できないんだったら、俺パーソナル無料にするから、俺のパーソナルを一回送ってください。鍛え方とか。無料にするからね。一回ちゃんとした筋トレをやってみよう。で、この方のチャンネルでは、俺の動画が3、4本ぐらい出してるんだよね。夏を乗った。いろんな方の作ってますよ。いろんな。ハガセベンとか、俺の師匠のサイアマングレートとかの動画も作ってるんですけど、やっぱり俺が一番みんな嫌いんだよね、彼のチャンネル。お嘘つきパトとか、あいつはステロイドユーザーの波ね。まあ、ステロイドユーザーに負けてないからね、バルクは。でも、ちゃんと筋肉の質感わかる人、全然違う。素人の人から見ると、俺大きいから、バルクってイコール大きさ。それはステロイドユーザーと同じ波に大きいからね。でも筋肉のそのもの、そのストリエーション、その丸みとか、筋肉詳しい人は俺の体ステロイドに作ったからだと思うな。つうかさ、この体がステロイドだったら、本当にカイグリーンとかロニー・コルマンとかビキヒデに失礼し、もう切腹だよ。世の中ね、ステロイドを使ってもしょぼい体した人多いからね。だから俺がステロイドに使っててこれだったらもうしょぼすぎて切腹していいと思います。はい、最後の言葉ちょっと失礼しました。切腹っていい言葉じゃない。まあ、今回の動画はちょっとこういうような余計わかんない、動画なんですが、皆さん、理解と協力よろしくお願いします。おっす。